でもなんで制服？全裸バカ連中にいたか、あんなやつ。イーカブーの今村公平です。まあいい、よろしくお願いします。俺の優勝は変わらないさ。じゃあ PR を。浜岡あずささん、ティンベルの工藤会長なんかじゃなく俺と付き合ってください。おーっと、これは今村さん突然の告白です。ち、目立ちやがって。何勝手に人の名前使ってんだよ。いや、俺の方にお願いします。なんと工藤会長も続いて告白だ。さあ一体どちらを選ぶのか。おー、工藤会長だ。悪いね、こんなことになっちゃって。でもさ、人にはそれぞれレベルがあるわけだし、君には君なりのお似合いの人がいるんじゃないかな。お似合いの人ねえ。残念でした。男です。いやー、そうですか。まさかこんな僕が天下のティンベル会長さんとお似合いだなんて。よかったな北原、お前の女装はこの人の魅力と同格らしいぞ。というわけでピーカブー北原より弾痕に飛び入り参加します。やりやがったあいつら。 おいちょっと待て、俺は。いやー、どうしよう、私会長さんに告白されちゃった。悔しいけど俺は身を引くさ。会長さん、末永くお付き合いしてくださいね。ちょっと何あいつ。工藤さん、どういうこと。違うんだこれは。ああ、そうそう会長、もう十分に笑ったんで帰っていいですよ。